38話の圧倒的神演出で登場したパパグロに大興奮が隠せないみんなの反応集。それではどうぞ。パパグロ来た来た来た。今週の圧倒的な作画の色合いの綺麗さとかで期待してたけど、想像以上にドワッとする演出で最高だった。パパグロの目の中が真っ黒なのもいいな。今週の綺麗な色合いからは相反して絶望が運ばれてきたって感じなの。良すぎる。マジで死んだ後でも今のめぐみとパパグロが出会えたことが本当に良かったと思うし、この後も楽しみすぎるから早く見たい。ラゴンの領域展開さすがにチートすぎない？こんなん誰が勝てるんだ。どう頑張っても勝てる気がしないんだが。領域展開の必中効果がただでさえ強いのに、その必中してくる引き紙を視認できないとか、どんだけバケモンなんだよ。おそらく呪術読者がずっと楽しみにしてたであろう落下の銃がついに登場して、俺は喜びを隠しきれないよ。なんかもっとバンってアップされてから言うのかなって思ったら、とりあえず発動しましたみたいなボソッと言った感じだったから微妙だったわ。奥義さんが次に出すときはもっともっと良い演出にして出してほしいなと思います。術式解放も聞きたいし、引き紙が際限なく湧き出てくるとか、どんだけチートやねん。領域内で設定された術式だから呪力を食うとか、そういうレベルの類の話じゃないんだよな。そもそも渋谷事変の呪霊たちの領域展開がそれぞれめちゃくちゃ強いし、かなりチートな術式も多いからよく勝てたなって思うわ。めぐみの登場シーンが水の中から溢れ出る影って感じで死ぬほど格好良かった。あの登場の仕方ずるすぎる。めぐみが水の中から影の塊と一緒にザバンって飛び出してくるところめちゃくちゃ格好良くてニヤニヤしながら見ていました。7人の目って原作勢はおそらく予想できるけど、ここでなってたのね。てっきりこの後なるもんだと思ってたからびっくりだ。ナナミがダメージを負うたびにこの先の展開を理解しているのにどうしようもなく焦ってしまうのも、ほんとやってくれたな芥見って感じだわ。めいめいって強いのは分かってたけど、まさかここまで武闘派だとは思ってなかったわ。戦闘シーンもかなり映えるし、戦ってるとこ見れて嬉しい。劇場版以来のめいめいの戦闘シーンが見れて私はとても嬉しいし、この意外と戦闘を楽しむ感じがギャップあって好きなんだよな。これも領域がデフォルトでついてるタイプの呪霊なのかな。いきなり領域展開してたし、そういうタイプの呪霊っぽいよね。デフォルトで領域展開ってのがいまいちまだ分かってないけど、はかりと火車と同じタイプとは思えないけどな。単純に攻撃力あるし、領域自体に必殺がなくて必中も攻撃性のあるものじゃなくて、領域のルールを相手に理解させるってものがデフォの話だから、こいつの領域の必中はちゃんと攻撃性あるし、はかりとは別物だろ。というかそもそもだけど、こいつ普通に強いよな。めいめいを追い詰めてるのもだけど、必中の効果が強いなぁと思って当時も見てたわ。スリーカウントってのがまたいいよね。強いやつじゃなかったらそのまま缶桶で即死なわけだし、そりゃ特急だからなぁ。強いのは当たり前だけど、失敗呪霊とかもそうだし、私綺麗とかもだけど、下等の飼ってる呪霊が見てみたいわ。めいめいさん死にカオスラも美しすぎて惚れ惚れしてしまった。ういういもそうだけど、この二人本当に神々しい。めいめいさんの死に顔もめちゃくちゃ良かったけど、ういういがボロボロになってるのも個人的にはかなり刺さったな。私のために死んでくれるかい？は熱いなぁ。というかめいめいにこれを言われたいし、それをいいのですか？って言えるういういも最高。めいめいから私のために死んでくれるかい？とかもうなんかわからんけど最高だわ。ごちそうさまですって感じですね。ありがとう。ういういの心から姉様を愛してる感じが最高。こんな自分をひたすら愛してくれる可愛いショタ、私も欲しいなって思ってしまいましたね。中公開いきなり消えたけど、手でズンってするのが合図ってこと？
それを切断したら領域の必中効果って消せるのか？違うだろ、管理領域で領域の必中効果をオフにしてるだけ。管理領域は領域展開に対しての対策だから、マストとメカ丸の時と同じってことでしょ。どこまで読解力ないんだよ。マジか、こんなんどう考えても管理領域のおかげに決まってるだろ。自分の術式が弱いってことを自覚していながら、カラスの使い方とかそういう部分でもちゃんと才能を開花させてるのがさすがだわ。私のために死んでくれるかいってめいめいさんに言われたら喜んでってつい言ってしまいそうなのが怖いよな。ここでめいめい絶対死ぬと思ってたから、そうならなくて本当によかった。やるじゃないかってセリフも下等があんま言わなさそうでいいな。ナオビトってそもそもだけど、なんで渋谷事変にいたの？マキのこと守りに来たとか絶対ないだろうし、全員家で唯一参加してるのがよくわからん。ナオビトが参加してる理由は、たまたま任務かなんかで渋谷付近にいて、その作戦に参加したらお金がいっぱいもらえるから、とかだった気がするぞ。7人の一人で来た方がマシだったかっておもろいな。多分7人よりも強いぞ。マキのことをナオビトが守らないのは分かりきってるし、自分が生徒を守らないといけないってのは理解してるからこそ、ここにおいてのマキは結構お荷物よね。ダボン来たー。マジで見た目めちゃくちゃ可愛いから、ぬいぐるみとかグッズで出てきてほしい。等身大でもいいくらいだ。偽下等の後ろにいたり、他の場面で何回か出てきてて思ったけど、ダボンってかなりでかくない？最初見た時びっくりした。ダボンが甘ないおさむ骨折を聞いてから、そんなまさかと思ってたけど、やたらと水の描写が多かったり、殺されたのが拳銃だったりで辻褄合ってて怖い。アクタミが下等の腕が動いたのはトンボのあれみたいな言ってたから、多分そう思わせてるだけで実際は何の意味もないんだと思うよ。ナオビトマジで強いな。というかついに当社受報がテレビで見れたのが嬉しすぎる。マジで想像通りの演出で最高。当社受報の演出が思ってたよりもフレーム感あってめちゃくちゃテンション上がった。今週も神作がありがとうございます。先週シゲも圧倒してたからこそ7人の強さを再確認したけど、その7人ですら見えないってマジでどうなってるんや。呪術界でも五条悟を除いて最速の術師だからね。今週五条悟を除いていないとか、五条悟を除いて最速とか、どこでも話題になる男だな。マジで先週の競争戦から圧倒的に作画とか演出のレベルが上がってて嬉しすぎるんだよな。テレビに釘付けになるわ。戦闘の作画が悪いってわけじゃなかったけど、ここ最近が良すぎて、五条先生の封印見返したらレベルが低く感じるようになってきてしまった。なんだかんだでマキのこと大切に思ってるのか、マキのことをさりげなくかばってるな。オビト見て一気に好きになったわ。こいつ最高かよ。全員家の人間は本当にどうしようもないカス野郎ばっかりで嫌気がさすけど、投手だけは唯一人の心あって好きだわ。投手ってポジションにつけた理由がなんとなくわかるような気がするよな。ナオビトはいいやつで、スキパパブロとも仲良かったみたいだし、今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人はいければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。